中央区総園駅周辺はここ10年で人口が6000人も増え、住みやすい街として注目されています。駅も地下鉄も近いし、お店もいっぱいあったり、病院とかもかなり近い場所にあるんで助かってます。人口増加に伴い新たな課題が出てきました。今回の札幌ふるさと再発見は、新たな総園地区の交流の場クワールをご紹介します。総園地区が抱えているのは地域活動の拠点不足です。マンションが増え、新しく移り住む人が増えたものの、住民同士の交流が少なくなってきました。それを解消するため、今年4月に運営を開始したのが総園地域交流センタークワールです。名前の由来は、クワールはですね、総園のクワですね、それに加わる、掛け合わせた、新しい言葉として皆さんに親しんでもらいたいなと思ってます。クワールは定員60名の広い会議室があり、これまでに太極拳の体験やクッキー教室など、さまざまなテーマで交流会が行われました。いろんな技術だとか、または知識を持っている方たくさん住んでらっしゃるんですね。せっかくのキャリアとかを、地域に生かしていただいて。8月28日、総園で活動する子育て支援ネットワーク支え隊の子育てサロンが行われました。今これ何されてるんですか？ここね、子どもたちがぶつかった時に、怪我しないように、安全のために。そう、安全第一主義、見てくれより安全。月に1回開かれるこの子育てサロンには、総園在住の親子20組が参加。4回目の開催ですが、初めて参加する親御さんもいらっしゃいました。私は越してきたばっかりなので、近くにちっちゃい集まる場所とかも知らなかったので、ここに来て交流できてよかった。お月様が空から見ていました。In the light of the moon, a little egg lay on a leaf.絵本の読み聞かせやバイオリンの演奏も行われ、親子でリラックスした時間を過ごしました。また、妊娠中の方でも飲めるオーガニックのコーヒーが提供され、お母さんたちの憩いの場となっています。みんな。どこに行っても同じ子供たちがいるので、お母さんたちも仲良くなりやすいの で、あと見てくれる方たちもいつもどこに行ってもいるので助かってます。天気が悪い時なんかはやっぱりこれぐらい広いとすごくありがたいです。クワールでは他にも苦手な野菜を美味しく食べるレシピ講座など、お子さんがいる家庭をサポートしています。クワールを通じて子育てから介護まで、地域でみんなで安心して安全に暮らせる街づくりになればいいなと思ってます。さまざまな世代が集い交流する場が増えることで、地域の絆がさらに深まることでしょう。番組では皆さんのご意見ご感想を募集しています。 STB のウェブサイトにある札幌ふるさと再発見のボタンから入力欄にお進みください。皆さんの声をお待ちしています。